左は、江戸間味噌、右が、新州味噌。新州味噌は、長野県を中心に生産されている、米麹と大豆で作る味噌で、単色で辛口を特徴とする。石井味噌味噌造中世以来信濃国においては、鎌倉時代より心地革新の創建した、安養寺を発祥の地として、味噌作りが盛んに行われていた。さらに明治年間に、諏訪湖周辺で、 生死業が盛んになると、女工などの多くの従業員が働く工場のまかないとして味噌が大量生産され始めた。こうした製造ノウハウは、九百二十三年の関東大震災に乗じて、首都圏の味噌市場を、新州味噌が石鹸する景気の一つとなった。また、新州味噌メーカーによる即情報が開発されたことにより、日本で生産、消費されている味噌の、 約4割が新州味噌となっている。大手の味噌製造会社の本社、工場が長野県に集中している。中小企業も多く、業界団体として県各地に共同組合を組織している。その上部組織として長野県味噌工業共同組合及び長野県味噌工業共同組合連合会がある。新州味噌の名称は長野県味噌工業共同組合所有の 団体商標である大手味噌メーカーの約4割が新州味噌の長野県を発祥としている。ありがとうございます。